よってカッパだ。でも食べないと死んじゃうよ。あーカッパさ、こっち見ないで。じゃあこれ食べるか。どうも皆さん、コロくんです。今日はですね、こちらのゲーム食べないと死ぬっていうのをやっていきたいなと思います。まあ説明するよりやった方が早いんで、早速やっていきましょう。食べる、はい。さあやってきた1日目、イワシ。このね、白色の子が主人公なんだけども、このイワシさんを食べれるかどうか、この子は空腹なわけですよね。その中で食べれるか食べれないかを選択していくっていうゲームでございます。まあイワシ危険度 0% って書いてあるから、まあ食べれるんじゃない？はい、食べましょうか。これあ、食べれた、いけたってことでお腹が回復するのね。はいはいはい。で、死んじゃう時もあると。海を感じる日だった。さあ続きまして、キャベツ。これも 0% だから、まあ目が離せない、いけるでしょう。食べよう。はい、お腹いいよ、回復してるよ。次イカかイカは、まあ、33%3分の1か。覚悟を決めれば食べられるこれは。でもお腹は90だから、ちょっと食べないでおこうか。はい、食べない、食べなかった。めっちゃ減るじゃんそんな減るもんなの、お腹。ちょっと予想外だったんだけど、次ちょっと食べないとまずいかな。次の日、ちょっと待って、レベル違くね？何石って。これは食べるのをやめた方がいい。いや、そりゃそうだろ。食っても満腹にはならない気がするけどな。じゃあまあ一応これは食べない。でもお腹50だし、どうしよう、悩むな。食べないっていう方向でいきましょうか。はい、食べない、これも保留しとこう。うわー、もう死ぬ。え、これはお腹がゼロになったら死ぬのかな。体力もどっちかがゼロになったら死ぬっぽいね。こんにゃく、まあ危険 11% だからな。これは大丈夫じゃない、食べられるかもしんない。普通に一般的にね、食べられるからね。食べよう。あ、うまかった。うわ、10しか上がんないのこれ。豚だそのまま食う感じ。いやー、まだでも6日目耐えたい。1週間はちょっと耐えたいな。でもワンちゃん食べたらお腹がすごく上がるかもしんないし、よし、陰で行ってみよう。食べる。あー、危ねえ、よかった40も上がったんだけど、食べ応えのある感じだった。おー、これ何でも食えんじゃねえ。もうイワナ 0%。 あ、これは間違いなく食べれると。はい、じゃあ食べましょうか。食べた。これどんどん回復していこう。てか食材豊富すぎな。なんでなんか調理ができないのか謎なんだけど。主人公大丈夫か、生き残ってるか。8日目だけど、キャベツ 0%。 これも食べましょうか、ボリューミーだからね。おいよ、20しか上がんないの。まあまあまあいいでしょう。牡蠣、あー、でも生牡蠣とかもあるからワンチャンいけるんじゃない。別のものを探した方がいいかもしれない。いや、これは行きたいな。 30%。 あ、海を感じる味だった、いけたね。よし、次行こう。なん 2% って、待って、なんで置いてあるの、なんだけに。美味しそうだ、これ食べれるのね。 2% だしな、逆に死んだ方がおかしいよ。うん、あ、食べれたと。お、お腹が満たされた気がした。ちょっと耐えきれるんじゃないなんかイラストもデブッチョになって可愛いんだけど。続きまして、え、なんでこんないいものが落ちててなんか生き残るみたいな、そういう瀬戸際になってんのこれ。ご飯全然いいじゃん、これは大丈夫そうですね。じゃあご飯食べよう。お、どんどん上がってる。もうデブになっちゃうこの子。おまんじゅう 9%。 恐ろしく危険ではないだろうと。もうこれもう全然食べちゃおう。はい、お、普通の味だったら、まあそりゃそうやな。お、次、巨大キノコ。これはきついぞ。普通のキノコじゃないからな、巨大って書いてあるからな。これはちょっとね、チキって食べない方がいいよ。はい、食べなかった。まだ、これ何日目まであるの？猫、これ僕食べたら逆にね、なんかある意味実況的な、ね、燃える気がするんだけど。大丈夫かな？食べられるかもしんない。まあでもまだね、空腹ではないから、食べないでおこうか。はい、食べなかった。あー、でも一気に減ったな。力が抜けた気がした。まあまあまあいいでしょう。はい？え、なんで散々さ、ご飯とかさ、まんじゅうとかいいものがあったのに急にネジ行くの？ネジ食べれないっしょ、これ。食べるには覚悟を決める必要がありそうだ。まあ、でもワンチャン鉄分みたいな感じで飴感覚で食えるかもしれないな。噛み砕くことはちょっと厳しいかもしんないけどね。いやー、でもこれ食べない方がいいな。やめとこう。あ、やばい、ガス中！まずい！
次の日、あーヘトヘトなんだ、危ないよかった、救世主ご飯手に入れた、やった食べられる、危ない。次は、はい、よいしょ、あーまんじゅう、ここの何、このご飯からのまんじゅうコース、いきなりなんか助けられたんだけど、食べた、まあそりゃそうなるよ。またネジか、逆になんでその選択肢を取ろうとするの、意味わかんないでしょ、ネジは食べないよ僕は。あーまたガチ寸前になってしまった。次だよ次、小物オートカゲ危険度 96%。 まずこいつを倒せるのか、動画が困難になってくる気がするんだけども、まあこれ無理でしょ 96% なんか。え、でもこれガチするくない、食べない、大丈夫かな、はい、あ、やばい、ゼロになったんだけどお腹が、あ、あ、あ、やばい、よりによってカッパだ、でも食べないと死んじゃうよ、あ、カッパさんこっち見ないで、じゃあこれ食べるか、いやーどうなんだろうな、食べる、あー死んだー、川に引きずり込まれた、パワー的な問題で負けたのかな、こいつ弱々しかったからな、ちくしょう、20日目か、まあ随分耐えた気するけどね、ちょっと悔しいな、え、これ何日までいけるんだろう、最高記録とか1ヶ月ちょっと超えてみたいよね、また20日目までいけるかな、ちょっと頑張ってみよう。さっきより危険度がコモドオオトカゲアップしてるんだけど、 130% でどういう測りなの、むしろ食べない選択してもね、ゲームオーバーなりそうなんだけど大丈夫なの、さあ来たよ、18日目、記録更新までサボテン、はい 58%、 これはやめといた方がいい気するがな、チクチクして脂肪みたいなありそうだよね、食べない、やめましょう、お腹が急にまた減ったよ、あ、食パン、で、なんで 12% なの、危険が、わかんないんだけど、ゲームオーバーの理由がわからない、まあこれはいけるでしょ、だって、はい、まあまあまあ普通の味、タケノコ 15% か、食べられる気がするけどな、これで記録更新だからね、食べよう、あー、なんで 15% じゃん、目を離した隙に竹になってた、んなわけあるか、待って、カレーで死んだんだけど、今日からだ、通常の1000倍の辛さで口内を破壊された。いや、そんなカレー置いとくなよ。あ、来た、18日目。サプリメント。ちょっと怪しそう。でも 1% か。まあまあ、食べれる。はい、食べよう。はい。あ、まあまあまあ。何かが蓄積された気がした。ヤシ 36%。これは食べない方がいい気がするけどな。このさ、下のタルパワーってなんだろうね。ちょっと使ってみますか？はい。あ、自己暗示、目の前のものが食べられる気持ちになる。はい。探索が、他のものを探してもらうと。あ、まあ、いろいろな、なんか、助っ人アイテムみたいなもんなんだ。なんでもない。ちょっと、これは、普通に食べないで選択してみよう。究極の時になったら使おうよ。おー。次の日。お、記録更新いけるか？危険度 0% で、よし、これで、やった！これで記録更新や！はい。食べた。次の日。いけるんじゃない？あ、この缶詰もいけそうだね。食べる。はーい。21日目。お、これ記録更新の1ヶ月あるか？木かー。これはやめといた方がいいな。食べない。よいしょ。まあ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 いいでしょ。石出た！どうすればいいんだ？ 34%。石でちょっとなんかさ、使ってよ。自己暗示。俺は石を食える。なんだろう、あのシャリシャリ硬い部分がいける。え、危険度が。30% 低下。これで4杯だった。これはいけるやろ。ああ、食べよう。オッケー、来た。大地を感じる味だった。よくわかんねえな、このゲーム。次の日。おー、でももう使っちゃったからな。パック肉はやめた方がいい気がするけどね。ちょっとやめよう、食べない。死の足音が聞こえる。幻覚見えてきちゃった。あ、チョコレート3杯。これは大しのげるな。よし、いいよいいよ、美味しかった。はい、お餅。え、なんで 70? 喉突っかえらせるとかか。なるほどね。じゃ食べないでおこう。はい、さあ次、巨大キノコ。うわ、でも食べなきゃ死んじゃう。違うものに回したい。他のものを探索してもらう。うん、あ、新しいもの発見。よし、こい。え、おい、なんで連れてきたんだよこいつ。アリクイでも食べられちゃうよ、逆に僕が。あー、でも
食べないと死んじゃうし、いけるか、食べる、アリクイ頑張って頼みます、後でアリさんあげるから、食べる、いけ、あー爪が喉に詰まった。じゃあさっきの石何だったんだよ。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。